ンポン。心の隙間、お埋めします。おっと、それ大丈夫？いろんな意味で。お願いします。物理的に埋める感じ？じゃあ行きますよ。はあ。あれ？私も隙間できちゃった。もうこのお茶目さん。いや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 、怖すぎだろ、やめろよ。お前の心形変じゃね？ではあかりちゃん。なんや、私の心の隙間という名の悩みを解決してください。その路線で行くならこの風穴は何なんだよ。実は人間関係で悩んでいて。はあ、この人のことどう思います？うわ、超美人。それな、肯定されるのもちょっと恥ずかしいんやが。じゃあこの人のことどう思います？和むことなきかかし。この二人が出会う部分で詰まっちゃって。お前今何の話してんの？え、もちろん私の試作小説。藁が余ってかかしが100倍。バズって商店何枚だリターンズの話ですけど。そこにうち出てるならほんとやめてくんない？リターンズ？これ続編なの？はい。一巻はわら集めるところに526ページ使ったせいでページ足らなくなってしまって。どこにボリューム出しとんねんボケ。今あかりとかかしが出会うシーンを書いてるんですけど、どこで出会わせるかで悩んじゃって。どこなら違和感ないですかね？大勢かな。先生。はい、ついなちゃん。そのかかし、人間にしてみてはいかがですか？てん。そもそもなんでかかしなんだよとか、商店何倍だの意味とか、何が100倍なんだとか、いろいろ気になるけど、突っ込むのめんどいからそれで。